ここは七区の行政区を持つ政令指定都市川崎市。私は今日から3日間ライトゲーム三昧、もうしっかり楽しみたいと思います。でまずスタートはライトアジということで早速行ってきます。東京湾ライトゲーム長江の川切りは川崎港。初日のライトアジを手ほどきしてくれるのは東京湾相模湾の沖釣りに精通する地元出身の松田達也さん。まあ近いんで結構まあなんて言うんだろう、気が向いた時にこう簡単にこう来やすいっていうかね、気軽に来やすいエリアですよね。まあ今日やるアジ釣りもこう港から本当に近いと5分10分のところでも釣れますし、あの走ってもせいぜい30分ぐらいのところなんで、でこの辺のアジ結構食べても美味しいんでね、割かしこうなんていうのか、都会の海で遊ぶ釣りっていうのも意外と好きですね。わずか15分でポイントへ。赤タンですね。そうですね、餌はね、赤タン、まあ、端っこの方に長野県3本針なんですね。そうですね、もし3本が扱いづらいなと思えば2本の仕掛けでも全然大丈夫。あ、わかりました。風が結構強いですもんね。今日はね、ちょっと強いんですけどね。ゴマセは詰めすぎず8分目で、とりあえず下まで落としちゃいました。今船長のシジダラが下から 2.5 メーターぐらい、魚がちょっと浮いてるような感じなんで、はい、はい、そこつきました。そこついたら1メーター巻いて、はい、1メーター巻いて、でそこでコマセを3回ぐらい巻きながら、うん、あ、同じとこでいい、いいですか、同じとこで。当たった、よし、当たった、結構引きますよ。そう、これがね、このライトタックルで釣るアジの魅力ですね。よし、来た来た、ついてますよ。あー、やっちゃったやっちゃったー。やっ、坂本、しょっぱなから痛恨のバラシ。いや、でも今見えてたアジ結構サイズ大きかったですよ、ね、まあまあ中型ぐらい ね。東京湾でのライトゲーム、わー、いい感じです。よいしょ、入った、いいですね。ライトアジにコマセシャクリ、やったー、うわー、そしてライトマダイ、ガン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 引く、わー、おっきい、おっきい、すごい、やったね、これ嵐はしたものの、坂本の当たりを見た松田さんも竿を出す。すると早速、あ、当たりました。もう当たるとこんな感じでガンガン引きますんで、もうあとはゆっくり巻いてくるだけ。よいしょ、結構いい味ですね。おー、来ましたね。この辺のアジの中では結構大きな方ですね、うん、夏場になるともうちょっと小ぶりのアジも混じったりするんですけど、まあこれ結構この辺にしては大きい方のサイズ、食べても一番美味しいサイズなんですけど。松田さんのアジを目の当たりにし、早く一匹あげたい坂本だが、反応出てますけどね、食わないですねお、当たった、ようやく。あ、坂本さん当たった、よし、優しく優しく、よいしょ、入った来ました、しっかりかかってます。こうなるとやっぱバレないんですね。そして松田さん、お、もう当たってますよ。どうやらアジが集まりだしたようだ。もし追い食いを狙う場合はすぐに巻き上げないとちょっと待ってるような。お、ダブルです、ね、この辺のライトアジの平均的なサイズですね。せっかく、まあ、針が今これ3本の3本針の仕掛けなんで、
まあ、1匹かかった時に待ってれば追い分してくる。坂本さん、今船の下もアジだらけです。これアジですか？下に映ってるのみんなアジですね。もう今入れ食い状態な感じになってます。お、トリプル。なんと針3本、すべてにアジのパーフェクト。アジの群れは船の真下に。条件は申し分ない。もう今入れ食い状態な感じになってきました。ところが坂本はこの風に手こずっていた。これ2本針に変えようかな。手返しの際、仕掛けが長い分絡みやすいのだ。ちょっと風が強いので2本針に変更します。これでトラブルを少なく、なんとか。隣では松田さんが好調をキープ。よいしょ。まあまあ大きいサイズだね。さて坂本は渡った。もう2匹ついてる。本日初ダブルか。ダメ、危ない。一匹だけ上がってきました。危ない。よし、ほら、こんなすぐ取れるんですよ。そこで松田さんがある提案を持ちかけた。じゃあ坂本さん、はい、ちょっと次、竿をチェンジしてみます。これなんで変えるんですか？口周りが柔らかく、ただでさえ身切れしやすいアジ。なぜだか今日は特にバレやすいため、魚の引きをより吸収してくれる柔らかい竿に変えることを勧める。竿の調子自体は一緒なんですけど、はい、こっちの方がもう少し柔らかい竿なんで、こっちに変えてみて、この方がもしかしたらバレが少なくなるかもしれない。これ電動じゃないんですね。そうです。で、今日もうモニター見てもらうと分かるんですけど、はい、水深も23メーター浅いんで、はい、電動じゃなくても十分手巻きでも楽しめるんで、よりライトに、はい、楽しめる。ちょっとこれでやってみて。かなり軽くなりました。そう。タックルを変え、成果はどう出るのか。どうかな、違う方向向いてるとか、そういうの。一匹だな。よいしょ。よし、とりあえずダブルこそ来なかったが、その後確実に数を伸ばす。坂本さん、その竿にしてからバラシ減ったんじゃないですか？バラシ一気に減りました。なんかもうこう当たってからこう優しく合わせて、うん、そのまま手巻きっていうのがなんかこう違和感なくこうずっとテンションかかってる感じな気がします。何はともあれ、釣果は順調。このサイズのアジなんで一匹かかっただけでも結構当たりが派手です。ちっちゃいのばっかの日もありますし、今日はいいですね。さて、申し分ない釣果を出し続ける2人なのだが、坂本は未だダブルにこだわっているようだ。はい、1匹目。これね、待ちすぎたら1匹もどっか行っちゃうんですよね。わ、え、2回目だと思うんだけどな。行ってみましょう。大事に。あ、2匹ついてる、2匹ついてる。来たー、でかいの2匹。大事に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 。よっしゃー。あ、下は石持ちでした。あれ、ほんと石持ちじゃないですか。あれ、何やらちょっと微妙な心境。まあ、2点掛けですもんね、でもね、うん、間違いなく2点掛け。今もアジだと思い込んでました。石持ちも釣れるんですね。そうだね。へえ。その石持ちも美味しい魚なんで。そうですよね。やったー。坂本、女の意地で願いを叶えた。ライトゲーム三昧釣果2日目は千葉県保田に拠点を移す。今日の指南役は船釣りのジャンルに幅広く精通し、大物から小型魚までを網羅する
松本圭一さん。今日はどんな釣りをするんですか？今日はコマセシャクリ。ほう、うん、ターゲットっていうのはこう大まかターゲットはあるんですけど、いろんなポイントでこういろんな魚を狙ってくる釣りなんですよ。ちなみに何が釣れますか？はい、で今の時期になるとアジ、それからだんだんイサキが良くなったり、はい、それからちょうどのっこみのそのクロダイだったり、はい、それからメジナ、ほう、からカワハギが混じったり、はい、それからウマヅラハギなんか混じるし、はい、いろいろ釣るんですよ。だからそんなに釣るんですか？そうそう、だからね、意外とね、食卓はねこう賑やかになるんです。そうですよね。勝負しましょう。いや、勝負ですか？いやいや、もういやいや、何目釣れるか。そうです ね、 ね、 そんな感じでね、たくさん釣りたいですね。はい、食卓を賑やかにするための五目釣り勝負が始まる。前日の風も収まった。最初のターゲットはクロダイだ。船はポイントへ入った。ライトゲーム五目勝負のスタート。はい、どうぞ、やってください。下も反応が、あ、ありますね。これクロダイですか？これいろんな魚がいるんですよね。餌取りもいるし。お、来た。先手は松本さん。おお。ターゲットのクロダイか。やったやった。上っ張りに食ってきたな。上がるか。よいしょ。あ、はい、来た。やや小ぶりだが狙い通りのクロダイが来た。チヌの名でも親しまれ熱狂的なファンも多い。産卵を控えているため、これはリリースすることに。よし、当たった。来た。はい、お、来た。来た。よいしょ。結構引きますね。うん、わあ、結構、おお、いいサイズなんじゃないの？いいサイズですね。うん、ほら、わあ、惜しい、ありがとうございます。結構いいサイズですよね。まあ、でもね、レギュラーな感じだね。これでレギュラーですか？いい引きしましたよね。かっこいい顔してる。やったー。これでお互い一目同士。次の一枚を狙う。お、よし。お、来た。来た。やったやった。もうバレないでよ。引いてる？引いてます。何でしょうか。おお。ほら、いいサイズじゃない。ほらほら、いいサイズじゃない。いいサイズだ。ほら、いいサイズ。うわあ。いいサイズ。いいサイズ、いいサイズの。クロダイ。はい、来ました。さすが。サイズアップですね。アップですね。はい、さすがです。やっぱ重みが違いますね。おー、サイズアップは堂々の43センチ。うん、本当にね、体が分厚い。いやー、サボさんも来た。はい。ほら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 、ほら、引く、引きますね。いい感じですよ、引きは。メジナが食ってた。メジナがついてきてる。一回。あ、一回ですか？一回。まずメジナすくう。マジナ、まず。で、下、下味なんだよな。下味だ。そのまま持ち上げてもらって。はい。ほら、いい味だ。おー、いい味だ。上にかかったのが、はい、メジナです。そして、下にかかったのが、ライト味がちょっとまた、うわ、これ大きい。で、釣れる味とはまた違うんですよ。ほら。大きなアジです。40センチ超えてるぐらいかな。かなり大きいですね、これ。大きいですよ。いい味。いやー、立派。メジナはね、可愛らしい感じですけど、美味しそうですね。坂本、これで3目達成。そして次のターゲットへ。ここでは針にカラフルな糸が巻かれたウィリー仕掛けを使う。着底してシャクリを入れ始めると、来たーね、これ。
お速攻来ましたね。ね。お、来た。立て続けに坂本も。アジ。大きいアジ。おお。おお、綺麗ですね。いいアジだ。その後もアジは順調に釣れ続け。またなんか大きく見えるよね。大きく見えますね。すごいよこれ。大きいよ。たんじゃないか。うまずが釣られちゃった。たんじゃないか。おお、来たよ。うまずら。え、でも5いった。え、5いった。4です。4です。あとはイサキかなんかなのかな。そうですね。もう最高ですね。というわけで一行はそのイサキポイントに入った。結構軽いから楽でしょ。あ、全然楽です。釣りが。はい。ね、本当に軽い。ライトタックルでいいところですよね。なんか来た。アジかな。おお、うん。おまけ付き。ウリンボ。お父さんとお子様。一つ魚種を増やし。坂本に追いすがる。でもこれがイサキでこっちがウリンボだから 4種目目。いいえ、それはノーカウントです。イサキの食いも良さそうだ。ここで坂本に来れば先に5目達成となってしまうのだが、よし、よし、来た。なんでしょうか。それイサキじゃないの。イサキですか。一足先に五目釣りかもしれないですね。達成かもしれないですよ。イサキっぽい色してるよ。ほら、イサキだ。あ、やった。抜けるかな。大丈夫。大丈夫です。ほら来た。おお。はい、イサキ来ました。五目目。五目釣りになりましたね。やったー。本日の勝負。坂本の勝ちと相なった。ライトゲーム三昧最終日はステージをここ神奈川県剣崎松和江港に移す。指南役はおなじみ沖釣りのスペシャリスト飯田澄夫さん。飯田さん、はい、今日のターゲットは。今日のターゲットはこのライトタックルでマダイを狙います。ですよね。大きいの釣れますかね。すごい釣れてるんで、はい、うまくするとでかいのが。ライトマダイは通常のコマセマダイと違い、40号クラスのコマセカゴとライトタックルで狙う。で、今あの船長の指示が上から83という指示で、ハリスが10メーターあるんで、はい、だいたい6メーターぐらいかな。あの83だから89ぐらいまで下ろして、はい、そこからまず1回コマスを振って、はい、で 2,3 メーター上げてまたコマスを振ってで、83に合わせます。わかりました、はい、こうゆっくりこう誘うでしょ。誘ってて、はい、当たった。お、当たった。当たった。今当たった。当たった。はい。お、お、当たった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 。お、来たよ。よし。あ、や、来た。見よ。あ、来てますね。来た来たよ。よし。電動で平気だよ。はい。優しい当たりでしたね。おお。どうこの細いライトタックルで。楽しいでしょ。結構引きがね、伝わりますよね。この竿の曲がりもすごくないですか。すごいでしょ。おお。結構ドキドキ感が増しますよね。飯田さん、今ね、はい、当たり結構小さかったじゃないですか。はい。小さいってことはサイズもやっぱ小さいんですかね。それは分からない。あ、分かんないんですね。で、最初の当たりとかって、はい、ハリス10メーターあるでしょ。はい。で、その10メーターを魚が泳いでて、はい、当たりを感じてきてるんで。ああ、だからこう誘ってるでしょ、はい、あれって誘いだけではなくてこうたるんでるハリス、魚が食っててもたるんでると当たり出ないでしょ。はい。それを当たりをその見てあげるみたいな、はい、そういうのもあるね。あ、そういうのもあるんですね。お、来たー。ありがとうございます。やったね。やった
来ましたよ、はい、ただこれはあ、わかるこれ鼻ライダー黒くない黒かったらよかったのに。そう、マダイとの違いがね、はい、この尻尾のこの縁というのかな、ここがね黒いのが入ってるとマダイ、あと顔の形もちょっと違う。そうですよね、ちょっとここはボコッとしてますね。はい、坂本の1枚目を見届け、飯田さんも竿を出す。すると、お、当たった当たった。当たったよ。これは浅いかな。もうかかったらね、もう本当にこの竿の弾力利用してもうゆっくり巻いてくれば、あとはもうね竿とこのリールがやり取りやってくれるので。こっちも来ました。釣れた。はい、お、ダブルヒットだ。先に飯田さん。おお、タイだ。よし、こちらは正真正銘のマダイ。坂本はいや、花ダイだ。花ダイ。花ダイだ。花ダイだ。ダブルヒットでしたね。ダブルヒットでした。私花ダイでしたが。今ダイです。結構男らしい感じですもんね。形がもうちょっと丸い感じの。はい。花ダイ。いいですね、マダイ。花ダイも美味しい魚だし。そうですね。この釣りのやっぱでも魅力って、はい、同じ道具でいろんな魚釣れる。この後何が釣れるか分かんないけど、はい、うん、お、当たったよ。おー、引くね、これは。はい、ありがとうございます。よいしょ、マダイです。いまだマダイを釣り上げていない坂本に最大のチャンスが巡ってきた。来ました。お、来た。止まってた。お、引いてますよ。結構引きが強いですね。いよいよマダイじゃないですか、これは。大きそう。あー、さっきより大きいと思います。さっきより大きい。マダイだと思います。マダイ。はい。あー、無事に上がってきたよ。ドキドキでしょ。ドキドキします。あ、おー、ドラグが止まるもんね。止まりますね。おー、ちょっと待って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 。お、大きいんじゃないのこれ。これはいいんじゃないですか。あ、タイじゃないか。でけえタイだ。でかいよ。わー、大きい。大きい。よし、やった。おお、どうよ。びっくりして喉詰まっちゃった。おっきい鯛来ました。やったね、これ。どう。いや、びっくりしすぎて。よかった。おっきい。え、これ鯛ですよね。鯛だね、ほら針もいいとこかかってる、ほら。よかった。最後怖かったよ、もうガン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 引いて、もう上まで来たのにまだ降りようとして、すごい。これ何キロぐらいあるんですかね。4キロあるんじゃない。多分4キロあると思うよ。初めてこんな大きいを釣りました。よいしょ。この赤いとこなんで、はい、4キロあるね。キロありますね、うん、やったー。4キロ。やったー。飯田さん脱帽のビッグサイズマダイ。3日間の釣行を締めくくるにふさわしい魚が出た。今回この、まあ、このタックルで4キロぐらいかな、4キロちょっとぐらいのマダイ釣れて、まだまだすごい可能性あると思うんで。まだまだ大きいマダイがいるってことですか。いますね。あの竿で取れますか。取れますね。そうなんですね。またなんかその機会を見つけて、あのタックルでもっと大きいやつを狙ってやりましょう、はいはい、そうですね。はい、次はサイズアップ頑張りたいと思います。もっともっともっと。はい、さまざまな魚に出会える可能性を秘めたライトゲームは、
釣り人の喜びをさらに進化させてくれることだろう。今日このライトタックルのアジ釣りで僕が使用した竿はライトゲーム CIO プラス73の M の200ハイパワーエクソリッドを採用した竿になっておりますので、お先の繊細さに加えバットのパワーも十分あります。今回この使用したアジ以外にも、例えばマゴチであるとかタチオであるとか、そういう釣り物にも十分対応しています。リールの方はフォースマスター400、今回この小型の電動を使用することで、手返し重視であえてこの小型の電動リールを使いました。この試作りで使ったタックルはライトゲーム CI4 プラス、タイプ 64M190、 リールはオシアコンクエスト 200HG を使いました。この竿を選んだ理由は、ビシが40号と軽いので通常の硬い竿だと跳ねてしまいます。その跳ねを抑えるために柔らかい竿を使用しました。リールは1日しゃくり続けるので、ボディ剛性の高いオシアコンクエスト 200HG をチョイスしました。そしてライトマダイで使用したタックルはライトゲーム CI4 プラスタイプ 55M の210です。のっこみの時期、小さい魚から大きい魚まで狙えるパワーがあります。組み合わせたリールは手巻きリールでもいけるんですけれど、今回の釣り場は、だいたい水深が 90m ぐらい、このね、仕掛けの、手返しなんかを考え、今回フォースマスターの 401DH を選びました。皆様もぜひこのタックルで、このライトマダイ楽しんでください。